はい、どうもこんにちは。今回はね、この前からねちょこちょこやってる自分でね、作った、レリックテレキャスターね、ボロボロにレリック加工したね、材料から作ったテレキャスターなんですけど、ちょっとね最近また病気が出ましたね。まあ病気っていうのはね、まあ僕もともとフェンダー系はね白のボディがね結構好きなんですけど、でストラトもテレキャスもなんですけど、白のボディでね作るとねなんかいつもね我慢できなくなっちゃってやる加工があってね、でこれ前ね、ご紹介した時とこう変わってないように見えるんですけど、ねちょっと横にするね。じゃーん、バレた、ライン入ってるでしょ、入れちゃいました。これね本当病気なんですよ僕で、昔作ったねこのヴァンヘイレンのエディの、ね、ストライプもねフランケンもこれもね、まあオリジナルはねないんだけど、これ横にねこう入れてあるでしょね、黒のラインがね、このラインはね何から来てるかっていうとね、モズライトが好きで、ベンチャーズをねメインでやってて、まあベンチャーズ仲間、ベンチャーズやる仲間でもね、モズライト好きの仲間の中でもね、ベンチャーズやってるのにヴァンヘイレンが好きだとかね、ちょっと変わってんですけど、で若い時からねヴァンヘイレン以外にもね好きなバンドがね、世紀末なんですよ。まあ世紀末でもね、デビューしてから の初期のね、基本的にはジェイル大橋さんがね、在籍してた時のアルバムだと何だ、地獄より愛を込めてがピークの時かな、が一番好きで。で、まあ、ギタリストとしてはね、ジェイル大橋さんの方がどっちかというと好きなんですよ。好きなんだけど、使ってるギターはね、その初期の時からね、エースさんね、エース清水さんのギターが結構好きでね。で、あの人ね、こう、サイドにね、黒のこのライン引っ張ってるんですよね、こうやってね。まあ、一番好きだったのはね、プロ2かなんかのやつがね、大橋さんも清水さんもね、両方ともプロ2使ってた時のタイプがね、昔名古屋のね、名曲堂に、入り口のところにね、2本立ててね、ショーウィンドウの中に入ってたの見てね、いいなぁなんてね、ちょっとよだれ出して見てたことがあるんだけど、まあ、その当時からね、僕は前も言ったけど、フロイド・ロードはあんまり好きじゃないからね、まあ、買おうかなまではいかんかったですけど、まあ当時高かったですけど、25万とか6万とかね、結構高かったけど、まあ買うんだったら、まあ普通のノーマルのストラトを改造してね、普通のシンクロのトレモロで、作ろうかななんてね、若い時からそう考えてましたけどね。まあそういうことで、エースさんが好きでね、で、白のボディを組むと大体こう、入れちゃう。ラインをね、これまあ病気かな。で、まあもともとね、レリック加工を前提で作ってね、いろんなとこボロボロに、ダメージ加工を施してあるもんですから、まあこのラインをね、新しく入れるとね、またそこだけテカテカになっちゃうからね。これもね、昨日夜ね、ちょっと、ダメージ加工ね、レリック加工してね、本当に。まあ、設定としてはね、5、6年使い倒したぐらいのボロボロ感でね、傷とかね、細かく入れてありますけどね。で、味噌はね、僕、昔からの味噌はね、この、まあ、正面からするとね、この右側だけなんですよ。こっからここまで。全体はね、やらない主義なんですよ。これね。なんか、こうやって引いて、下からね、すくい上げて移したときに、ここだけあればいいんですよ。こっちまであるとね、ちょっと鬱陶しいかなっていうのがね、自分の中でなんか変なこだわりがあってね。この半分だけね。このヒールのところからね、
こまで、ジャックあたりまで、ね、うん、そんな感じでね。これやるとね、ボディちょっと薄く見えるんだよね。うん。で、なんかし、見た感じも締まった感じでね。うん。でね、まあ、全体を塗装するよりね、ボディ全体塗装するより、塗装の量が少ないからね、塗装自体は簡単なんですよ。下地ちょっとね、ある程度ちょっと粗く削って、で、黒入れてね、黒、まあ、これ5、6回軽くね、何回か、5、6回拭いて、で、仕上げにクリアを3回ぐらい、拭いただけでね、まあ、そんなに時間はかかんなかったんですけど、何が大変っていうとね、マスキングするのはね、めんどくさいんですよ。これ、たかがこれだけ塗るのにね。うん。最初にその黒の塗る部分のテープをね、最初に貼って、で、その横にね、塗装が乗らない、テープを貼って、で、そのラインを、出すところのやつだけ、取って、テープを剥がしてね。で、そこを、黒で、ペイントするんだけど、で、まあ、他のところにね、塗料がいかないようにってね、こう、養生してない感じは、それがね、結構めんどくさいかな。まあ、トータル1時間ちょっとぐらい、で、まあ、塗って1日乾かして、で、あと、まあ、そのダメージ加工をね、やっただけだから、まあ、そう、大したね、作業時間は、かかってないんですけど、まあ、なかなかいい感じでね、一応、ね、想像した感じにはなったかなってことでね。うん、今日はね、ただそれだけです。その、ラインを入れたよっちゅうだけの、ね、ご報告です。はい、そういうことでね、プレキャスターのサイドに、ブラックのラインを入れましたというお話でした。